イヤガチゼニは、戦火の形状を模した五腑の一種。災いを避け幸運を願うため所持するものであり、通貨として流通されるものではない。俗に遠視要線、圧視要線とも読む。イヤガチは、人を抑え沈めるまじないを意味する。炎症とも読む。表側は、通常の通貨を片着すか、千秋万歳、天下太平、長命復帰、大よろし、子孫。 花池風呂といった吉祥語や、沢災い、除去、万歳栄滅、万病不心などの語句が刻まれる。裏側は、やはり縁起の良い北斗、僧魚、亀蛇、流鳳、新月といった図案や、その他人物や動物が刻まれる。裏側に、上述の吉祥語類が刻まれることもある。形状は、必ずしも円形で中央に穴の開いた。 いわゆる銭型とは限らず、長方形などもある。いや、商船の起源は、新移説が流行した、王毛の新の時代、あるいは、全館時代まで遡る。特に、宋、宗以降、盛んに鋳造され、時代が下るにつれて、趣味品としての性格も帯びていった。日本に伝来したものは、絵ンとして珍重され、室町時代から江戸時代にかけて親しまれた。 いや、商船が成立した背景には、貨幣経済の浸透という社会情勢があり、貨幣が持つ一種呪術的な力が線という形に固くされたと一般に考えられている。しかし、前漢時代に鋳造された後、主戦に、吉祥後を刻んだものがあったり、朝鮮半島や日本では中国から流入した後、主戦が、副葬品として使われるなど、通貨としての貨幣といやがち銭は、 厳密に区分けできるものではない。ありがとうございます。